池子の森は290ヘクタールありまして、これまでに854戸84ヘクタールほどが壊されました。で残り206ヘクタールは沢前市長が市長の時に三者合意でもって緑地として残すと国と県と市との約束で契約したのでございますが、これにまたもや第2回目の追加建設800戸が平成15年に出てきました。私はこの池子の森を何としてでも守りたい、そしてこの首都圏唯一に残されたこの池子の森を子どもたちの教育に活用したい、そして逗子市民のみならず首都圏の皆様たちの憩いの場としてこの森を活用したいと考えています。でこの森はご存知のように、八王子、横浜の宴会山、それから三浦半島のグリーンベルトの一帯として残されている一部の森でありましてね、大高をそのトップとする生態系が完全にバランスをとっている森なんですよ。それは残すことはあれ壊してはならない。国の森林保全政策というのが民主党にあるはずですけれども、片方で森林を保全せよと言いながらこんな貴重な森をね壊していくのは非常に国の政策としては間違っている。ましてや854戸というのは私たちの税金で854億ほどの税金で作られてきた。そしてアセスの昭和60年のアセスの時にここの北東部は狭くて平坦地がなく、で南部の今のところに住宅は建ったわけで、ここは不適地としてアセスでは位置づけられたとこなのです。それなのに再び国が出してくるっていうことは非常に国は横暴で、民主主義は一体あるのかと言いたいと思いますね。だから今回は現市長が追加建設を認め、小学校の本節小学校を認め、いずれトンネルも認めると思いますが、これは絶対許すことはできません。私はこの市長の、無投票当選を阻止するために、平井市政をストップかけるために立ち上がりました。民主主義を守るためです。したがって私にぜひ市民の皆様の大きなご支援をいただいて、民意を国に届け、そして追加建設はノーである、池子の森を守り抜くんだという強いメッセージを国に届けていき、白紙撤回を求めていきます。これが私の仕事でございます。だから逗子市民の皆様にはたくさんの理解をいただいて、まだ知られていない松本春子をもっともっと広め、たくさんの人を通して広めていただき、私を何としてでも勝たせていただきたいと思います。